大阪府出身の鉄道タレント斉藤由紀乃様でございます。一鉄道ファンでありながらこうしてお話しさせていただくこと本当に恐縮しております。とても緊張しています。ありがとうございます。今年の6月の323系お披露目会で私の目線から323系どんな車両かというそういうお話をさせていただくチャンスをいただきました。その日に向けていろんなことを教わりました。たくさんの特徴があるんですけれども、そうですね、ロングシートの端っこ部分が斜めになっていて座ってる方は肘をかけやすくなっていたり反対側で立ってる方は寄りかかりやすくなっている利点があったりですとか、あと座っているクッションの下には S バネっていうバネがたくさんあってとても座り心地が良くなっていたりですとか、あとそうですね、ちょっと細かいんですけれども乗降口部分の足元付近にちょっと出っ張ってる部分があるんですね。靴ずりと呼ばれるところなんですけれども そこがホームギリギリまで迫っているんですね。ホームとの隙間を小さくしてあります。新しい大阪環状線の車両が今京橋駅に到着しました。もうすごい人です。歓声が上がっています。歓声と拍手が上がっています。手を振ってる方もおられますね。すごい悠々です。